バトルフィールド・アースは2000年に公開されたアメリカ映画。荒廃した1000年後の地球で人類の存亡をかけた戦いを描く SF アクション映画。アメリカの新宗教団体サイエントロジーの創始者であり SF 作家でもあるエルロン・ハバードが1982年に書いた同名小説をサイエントロジーの熱心な信奉者として知られるジョン・トラボルタが制作、主演した。 監督は、ロジャー・クリスチャン。2001年、第21回ゴールデン・ラズベリー賞において、最低作品賞、最低主演男優賞など主要部門を、ほぼ独占した。2005年には、ラジー賞創設25周年特別大賞として、歴代最低ドラマ作品賞に、2010年には2000年代最低賞に、選ばれた。異星人サイクロ人によって人類はわずか九分間で、 壊滅した。それから千年後、わずかに生き残った人間は文明を忘れ、原始人さながらの生活を送っていた。サイクロ人は地球に巨大なドームを作り、人間を奴隷にして、鉱物資源の採掘を行っていた。地球人の青年ジョニーは、山のホラー穴に隠れ住む村の出身。そこは、食料も乏しく村人たちは常に死の恐怖に怯えて暮らしていた。ジョニーは、 人類安住の地がどこかにあることを信じて旅に出るがサイクロ人の奴隷狩りに捕らえられてしまう。サイクロ人の地球司令隊長タールは一刻も早く地球から出たいと思っていた。名門の家柄である彼にとって地球のような辺境の地でくすぶっていることはとても我慢、できなかった。そんな時金の鉱脈が発見される。タールはそれを裏金にして地球から離れようと考える。 ところが、金鉱脈の周囲の大気には放射能が含まれていた。サイクロジンの呼吸ガスは放射能と反応すると爆発を起こしてしまうため、サイクロジンは近づくことができなかったのだ。タールは地球の人間を教育して金鉱脈を掘らせることを思いつく。そこで目についた地球人ジョニーを学習機にかけてサイクロジンの言語や知識を覚えさせる。 一方、ジョニーは、サイクロ人の知識を利用して、人類を救おうと考える。そして仲間と共に、金鉱脈を掘るふりをしながらサイクロ人と戦う、準備を着々と進めていった。A.B. バトルフィールド・アース。B.O.X.O.F.F.I.C.E.M.O.J.O.....Amazon.com2011、e、年2月6日閲覧。映画 .com2000 年代の最低映画。 バトルフィールドアース脚本家が観客に公開謝罪。ありがとうございます。